どうもナオチンです。さあ今日も未来のトランクス編行ってみましょう。この地面に突き刺さった剣が Z ソードです。私の知る限り今まで誰もこの剣を抜くことができた者はいません。なるほど、だから誰も使ったことがないというわけですね。それでこれを抜くとどうなるんです？この剣自体がすごい切れ味なんですか？すごいパワーを得ると伝えられている。そう、おそらくあの魔人ブーをもしのぐほどの。だが私は愚か、これまで何人もの海王神様でもどうにもならなかったものだ。人間などが引き抜けるはずがない。そんなのやってみないと分かりませんよ。ふん、よし。ん？スーパーサイヤ人にならないと無理でしょう。くそ、びくともしない。よし、これならどうだ。お、これがスーパーサイヤ人。なんというとてつもないパワーだ。とても下界の人間とは思えん。だが無理だ。何人もの海王神様が挑戦して抜けなかったのだ。どうして人間などに抜くことが。やった。なんと。ちょっとダーブラ普通に強いね。強いね。必殺技を使っていけばまあまあ勝てるんだけど、どうでもない時はめちゃくちゃ強いね。特におお、バビディが来て強化された時は半端じゃない強さだな。これは強化された時は近づかない方がいいね。危ない危ない危ない、近づかんとこ。ここまで強いか。うわ、嘘、マジか。スーパーアーマーもついてほしい。強っ。あー、それね。これ後ろに避けていけばまあ当たらないよね。これも当たらない。オーケー。いや、まだヒートアップはしてるのか。あー、バカ野郎、必殺技を間違えるな。おい、ちょっと待て、マジで強い。あー、もうここはしっかり避けていくところなんだな。よし、あー、